はい、どうも。ですね、立花隆さんのお話をですね、薄い知識をちょっと、話してみたいかなと、ネットの情報かな、ちょっと話してみたいかなと思います。立花隆さんはですね、僕は10年ぐらい前から見たことあるんですけど、ですね、高校を卒業して NHK に入るんですね。で、NHK で、派閥というか、出世していく人の部下に就いたんですね。で、その人がどんどん出世していくんで、立花さんも出世していったんですけど、出世競争とか、出世争いとか、そういうので、その立花さんがついてった人が失脚するんですね。で、立花さんも、その時に、NHK を辞められるっていう流れで、ちょっとですね、あまりわからないですけど、とにかく NHK 、ちょっとね、変な風な説明で聞こえたら悪いんですけど、NHK に恨みを持つ青年が、NHK をぶっ壊すと言ってるような感じの構図なのかなと。で、どの辺に恨みを持ってるかはちょっとわかんないんですけど、お母さんが壺かなんか買ったかもしれないですけど、35歳ぐらいなのかな、30歳か35歳ぐらいで年収1500万円なので、あそこの給料はめちゃくちゃなんだよみたいな話をしておりましたね。で、なんか議員かなんかになって N 国党を立ち上げるんですかね。はい、それが僕の知っている薄い知識になります。はい、今回は、まとまってないけど以上です。